エビの味がすごい。電車来ないね。来ないね。金ヒロジンですか、いいじゃん。食べたい。これ買いたかったやつだ。そう。旅行券いいですね。本当。じゃあ4と48にしようかな。すごい。これとこれいいですか。これとこれ。はい。はい。そうだよ。明日お祭り超楽しみ。いや楽しみ。思いがけず。ね。見てゲットしたよチケットも。ね。ありがとうございます。やった。やった抽選券と。これでどうする。すごいものが当たるよ。おお、もう結構止まってるよ。本当だ。あ、よかった。ギリ空いてるかも。空いてる？うん。開いてる。向こうに今日の宿泊場所に到着。帰ってきました、マシケ町。楽しみやねえ。利尻産のウニとマシケ産の甘エビだってよ。怖っ。甘エビはね、この先に食べたいお店があるから。あ、そうなんだ。そう、うわ、ちょ見てきて。商店の甘エビラーメンっていうのがおすすめで、視聴者さんの、うん、でその味が3種類あって、味噌味と醤油味と塩味、うん、どうでしょう。こだわりの自家製北海道産小麦、もちもちして美味しい。本当だ。甘い。めっちゃ美味しい。このスープがめっちゃ美味しい、うん、こっちもスープ美味しい、うん、めっちゃ美味しいぞ。待った甲斐があったぞ。美味しかった。本当にありがとうございます。教えてもらって。
ん、全部食べきらない私が全部食べちゃった。福岡を捨てた女隊。違う博多ラーメンは博多ラーメン隊。福岡のラーメンは2番目になったと。なってないったい。いい匂いがしてきた。あ、ミックスアップルパイソールドアウトだったよ。どうしようどうしよう。カスタードアップルパイ買ってきたよ。こんな感じ買ってきたよ。ハニーアップルパイが。ハニーアップルパイが一気でしょ。喋れないでしょ。少々少々少々喋れないんだけど。喋れないの。これ昨日行った国丸酒造のめっちゃおしゃれ。溶ける商品が多いとはもう一組一つずつお作りしております。へー、へー、わあすごすごい。わあシークワーサー美味しそう。北海道で沖縄アバシー産牛乳のソフトクリームだったよ。何それ。いやだもう。来たよ。お、ウェイターさんありがとうございます。チップください。日本にはチップという制度はないんです。オーマイガー。いただきます。ソフトクリーム取られた。俺だ。あ、滑らか。牛乳感がない滑らかだね。なんだろうこれ。ね、うま。なんかまた新たなソフトクリーム発見やね。うん、うん、キャラメルみたいな味がする。キャラメルみたいな滑らかさっていうか。ね、あのトロキャラメルみたいな。あ、ここでやってんの。ここでやってんのかな。なんかやってんじゃん。射的とか。やってるやってる。射的50円だった。50円。ちょっとやってみようよ。ちっちゃい子しかいないけど。大人ができんの。聞いてみよう。すいませんこれ大人もいいんですか。大人ですよ。いいって。やったら。あ、じゃあお願いします。はい、1回50円で3発で。はい。で、的に当たれば大丈夫ですので。当たればいいんだもん。へぇ。あ、当たった。一番下やった。お、当たった。すごいじゃん。よし、じゃあ最後一番上行くわ。おお、あとあ、ありがとうございます。じゃあ、ケイ選手が行きます。当たるんでしょうか。お、どこから行くの、どこから行くの。上、一番上。ああ、はい、当たるのかな。ちょっと当てて。あ、当たった。次は真ん中。あ、すごい。一番下。あ、外れた。これポンポン菓子やろ。懐かしい。すごい、いろんなお菓子あるんだ。本当嬉しい。ありがとうございます。じゃあこの2つで。ありがとうございます。非常食ゲットした。ゲットしたよ。ゆりの方が当たった。やったー。さすが。やったやった。さすが、いいらしい。50円でこれ3つもらったらもう ねえ、ありがとうございます。電車来ないね。来ないね。なんで来ないの。もうかれこれ5時間ぐらい待ってるよ。1日に1本だからかな。
おお、なんか出店がいっぱいあるね。すごい、多分何百台分あるよこの駐車場ね。えやった、今日の夕飯は贅沢に買い食いだね。買い食いだ、やった、お祭り最高。こんなことやってたらすぐお金なくなっちゃうよ。マジで今日祭りだから何やってもいいの。そうだよ。嘘、やった。とりあえずじゃあ全商品買ってきていい。食べれるの。お、タコザンギだよ。あ、でも番長のだからそこか。ああ、ねえ。みんなこっちにね。抽選券はこちらへ。抽選券ボックス？あ、ここで買えるんだ、ここでも。当日券をね。ねえ。まあでもね、あそこの酒屋で買ったからね、酒造で。うわあ、なんか貝みたいなのが焼かれてる。ねえ。よし、じゃあやった、ビールです、本物ウーロン茶です。じゃあ乾杯。乾杯。久しぶりのビールはどうですか。あ、うまい。本物のうまい、超うまい。よかったね。 あとなんか K が買ってきたとホタテとつぶ貝。なんかつぶ貝の色が面白い。よいしょ、いただきます。うまっ。おいしい、うん、味ついてるっぽいね、うん、味ついてる。うまっ。おお、やっぱ北海道の海鮮はおいしいよね。最高やん。よかったね。今日本当ね、たまたまこの増毛町のお祭り知ってよかったね。ね、もう車中泊していい場所に止められて。ね。昨日も食べたタコザンギ。あの増毛駅のとこにある。うま。これめちゃおすすめ。うん。美味しい。あ。うん。うま。これで400円。へー、あ、安いね。うん、良心的ね。当たるかな。当たるか。8番、40番、1095番、1000。そうだね、酒フライショー、おめでとう。サシバ、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 サシバが欲しいな、あなた。サシバ。じゃあ私サシシじゃん。ぴったりじゃん、サシシってよく笑ってるから。続いて北海道エナジーショー。お、エナジーショー。50リッター商品券でございます。遠い、50リッターいらねえ。当たるな、絶対当たるな。遠い50リッターどうすんの、当たったの。北海道エナジーショー316番。おすっと。危ない、危ない。勘弁してよ、遠い当たったっていらないよ。一番いらないよ。荷物になるよ。荷物どころか捨てれないよ。どなたかに売ろうかな。あの、それが1リットル1万円でいかがですか。332番。続きまして、井の端鮮魚店のために金広ジンギスカン1名様。お、これはいいじゃない。金広ジンギスカンいいじゃん。食べたい食べたい。これ買いたかったやつだ。惜しい。全然惜しく。貸すんないよ。1052番。おかしいな。265番。突然来んだよ、突然。まあ最後でしょ、一番いいやつが当たるからね。こういう当たりは突然に。スカンク？スカンク当たったら困るよ。
ユリ動物欲しがってたじゃん。臭いじゃん、おならプーってされたら。ただでさえユリちゃんがブー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 車でやってんのに。やってない。1041番、仙台が結構出るな、ね、ここは北海道だけどね。皆さん行きました。もう酔っ払ってね、酔っ払って饒舌になってきております。サシバはサシヒポータブルバッテリー2万ワットみたいな、超盛り上がり。ポータブルバッテリーはみんな欲しいやろ。そっか、災害時とか。そうそうそう、うち一番欲しい。電力不足です。言ってきてくれて、うち一番必要なんです。今そうなんですよ、今 Now Now。 ぜひ皆さんご提供お願いします。あれ、あ、終わっちゃった。終わったか。あ、ただいまより第67回益城町港まつり納涼花火大会打ち上げ開始いたします。すごい、花火の間になんか黒いの虫飛んできてたのかと思ったら、なんかね、あの花火が近すぎて黒い粉が飛んできてた、いっぱい。すごいね、花火がね、すごい、もう上から来てたから、あー感動した。いや、めっちゃ来てよかったよね。え、増毛町通り過ぎなくてよかったね。よかった、もう危うくパーって行っちゃうとこだったよねえ。こんな楽しいお祭りに出会えて。本当だよ。いや、お祭りね、どっかで行きたかったもんね。そう、あんなに間近で花火見たの人生で初めてねえ。あんなにゆっくり椅子に座ってさ。本当だよ、キャンプの椅子がね、ねえ、ちょうどよかった。涼しい中さ、あんな綺麗な花火見れて。うんと、しかも今日は渋滞にはまんないで、そのまま、ね、お風呂入って寝れる。寝れる。
超いいとこじゃん。ねえ、いやマシケ町いいね。いいよ、また来年も来たいぐらいこのお祭り。赤字丼、噂の名物赤字丼。確かに。わあ、黄色丼もでかい。ちゃんと高島も黄色。でかい。私の顔ぐらいある。そうか。ブリの顔はちっちゃいからか。そっか。美味しい。うん。食べても無くならない。いや、なってるよ。あ、なってる。めっちゃ美味しい。うん。一口あげる。美味しい。うん。もうね、これ三本目なんだけど、もうすでにお腹いっぱい。頑張って3つ食べたけど、もうお腹いっぱい。こうやって太らされていくんだよ、俺は。チーズとソフトクリームめっちゃ合う。